というタイトルマッチ12ラウンド第8ラウンドです。解説は元世界チャンピオンのお三方、内藤大輔さん、内山隆さん、山中伸介さんでお伝えしています。ジャブを2つ打ったのはチャンピオン井岡です。少し静かな第8ラウンド、出してないですね。できてますね、ちゃんと。こうやってビデオの時間が長いとやっぱり井岡選手の、パンいいタイミングのパンチっていうのは、もらえなくて、こういうふうに攻めていくべきですかね。山中さん、この田中はパンチを打って出るべきなんですか。はい、そうですね、下は本当にあの左アッパーっていうのは強力な方が悪いんで、それで上下繋げていけば、いいと思いますけどね。押し返すのは井岡です。25歳の田中、31歳の井岡、右ストレートまで。世代交代という言葉も使った田中康生、あえてそうした強い言葉を使うことで自分にもプレッシャーをかけてきました。一方の井岡は世界王座多団体との統一戦へ見据えているものは変わりません。田中に勢いが、おお、やっぱり。